えっとね、以前裁判費用の話をした動画でですね、えー、こちらがあの全国部落調査裁判の件で上告したっていうことを話したんですけども、えー、解放同盟側からもですね、えー、上告がありました。これですね、上告上、件上告受理申し立て書っていうのはね、 こうやってね、提出されて、まあ、こちらに特別送達っていう形で出てくるんですね。これすごいですよ。えー、訴訟物の価格2億6千1 0 6千10万円、えー、徴用因子額160万6千円。つまりこれ、 上国の手数料が160万6000っていうことなんですよ。すごいでしょ、これ、えー。軽自動車なら余裕で買えるし、あの、コンパクトカーのフィットとかデミオとかね、あの、そういうのも買えますよ、これ。ほんと、軽く自動車1台っていう、ね、費用なんですね。すごいですよね。と思ったらですよ、えー、これ上国上、えー、っと、7月6日付か、七7月14日付の文書がもう一つ挟んであって、これにね、訂正申し立て書ってあって、えー 訴訟物の額2350万円。で、飲酒額18万4000って、これ減らしてるんですよね。で、ね、なんで減らせられるかっていうと、まあ、上国でね、争う範囲っていうのを狭めれば、あの、こうやってね、手数料を減らせられるんですよ。だから一人10万円になんか減額して、え、結果的に、この、えー、だいたいま、手数料10分の1ぐらいになってるんですよね。え、日本ってね、え、三進制っていうふうには言うんだけども、実質的には二進制なんですよ。 あの最高裁ってほとんどねあの、審理しないんです、もう99.9%ぐらいはあの、まあ、見下り決定とか見下り判決っていって、えーまあ、実質的に何の審理もしないで、門前払いしちゃうんですね。で、まあ 万が一、最高裁で何かしら審理されたからって言って、えー、この手数料っていうのは、まあ、ほとんど戻ってこないっていうことが多いんですね。なので、さすがにね、車1台分の、えー、手数料をドブにせちゃうのはもったいないっていうことで、まあ、向こうも減額したんだと思いますね。まあ、一人あたりに直すとね、大た額じゃないんですよ。向こう、原告200人,人以上いるんで。ただ、それでもね、車1台買えるようなお金だったら、もっとね、えー、いい使い道があるだろう ということなんだと思いますね。で、それでね、さらにね、またちょっと変なものがまた来てたんですね。そういうね、裁判のもろもろの書類と一緒に届いたのがですね、これですね。えー、閲覧等制限申し立てっていうので、えーまあ、閲覧せん、あの秘密保持のための閲覧等の制限っていうのはされてるんですね。これも解放同盟側は申し立てたんです。まあ、裁判のね、えー、この まあ、裁判っていうのは原則公開なんですよ。で、えー、ここの裁判の資料っていうのも裁判所に行けば皆さん、あの、見れるんですよ。原則として。あの、印紙代払えば。ただ、そう、当然裁判なんで、そこにはいろんな個人名とかで、個人の住所とかそういうのもね、書かれてるので、じゃあそういうものを、まあ、プライバシーだからっていうことで、えー、非公開にしろって言って裁判所に行って認められたっていう話なんだけども、 まあでもこれについてはですね、結構ね、いろいろ深い問題があるんですよね。ね深い問題があるんです。で、それでね、その非公開にされた文章の多分、これ、ごく一部ですよ。これ、もっとすごいですなんかもうこ、このくらいの厚さありましたから、全部で1600枚ぐらい。すごい、あの、 こ,こっちが出して、まあ向こうのも含まれてるけども、もう裁判の資料で、もう一つ一つね、黒塗りにしてね、いや、これどんだけ手間かけたんだと思うけど、多分これ、あの、判決が出る前にもう準備してたんで、だからね、もう相当前からこれね、判決の鉄のありきだったんですよ。だってまあ黒塗りにするってことはそういうことですから。だからその、ブラク地名なんかももちろん黒塗りにしてますよ。 で、まあ、個人名なんかも黒塗りしてるんで、これすごいよ。なんか、大正時代の、これ僕、あのね、大正時代の、なんか、あの、歴史資料にも、このックの地名、余裕に、余裕で書いてあるよっていうふうにね、僕は示したやつにも、これも黒塗りにしてるんですよ。ね、全国部落調査あれ昭和初期なんだけども、大正時代のやつも裁判所黒塗りにしてるんですよ。で、さらにはなんかね、あの、なんだっけあの、得た人別称も黒塗りにしてましたね。なんか、あれなんかもう、 ほとんど江戸時代に近いようなものなんですよね。なんかね、あのー、なんか解放同盟の片岡さんのなんか書いたね、あの、出版されてるあの、ブラック解放の文書とかね、あとはなんか、えっ、ー、と、辻愛王一王事件の、あの、田辺哲司まあ、他の動画検索してもらえばわかるけども、それのなんかあの、あの、著書の、 あの、一部とかも黒塗りにされたのがなんか挟まってましたよ。ということで、なんか裁判所言われるままに黒塗りしてたのかなで、なんかブラック名が黒塗りにされてると思ったらなんかブラックとは全然ない関係ないも,ものも黒塗りされてるし、まあこんだけの分量あればもう、 そう、全部こうね、完璧にやるっていうのは多分もうできないんで、もうえいやっていう感じでいい加減にやったんじゃないかっていうふうに思います。で、まあこれはね、もう今回のこの裁判の件に限らないんだけども、もうこのね、あの裁判所おかしいですよ、本当に。ここ、ここ、 20年ぐらいね、相当裁判所おかしくなりました。とにかくね、こうやって閲覧制限かけたら、もうどん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 閲覧制限かけるんですよ。あのー、日本国憲法でね、裁判の耐震の公開、まあ裁判の公開って定められてるんですよ。ただ例外的に非公開にできるっていう場合もあって、 でまあそれは例えばそのまあいわゆるそのわいせつ物に関わるようなそういう事件ですねあとはあのまあそのまあ性,性犯罪だとかそういうものでさすがにこれを出すのは風紀を乱すだろうっていう感じでね例えばそのわいせつ物に関わるような時点でわいせつ物そのものを裁判記録としてね公開するのはどうなんだっていう話になるんでまあそういうものについては制限して できるっていうことは憲法で決まってるんだけども、八地市ってね、この裁判に出てくる関係者の個人名とか住所とか、まあさ,さらにはね、部落の地名なんか僕非公開にするのは、僕は八地市で憲法違反だと思ってます。裁判の公開っていう原則にね、完全に反すると思います。で、 まあ昔はこんなことなかったと思いますよ。昔って言ってもね、ほんの20年ぐらい前、20年、30年ぐらい前。その頃はそもそも裁判でね、この人の名前を非公開にするっていう考えなかったんじゃないかな。もう裁判って言ったらもう出るとこ出るんだ、出るよっていうみたいな感じだったんで、そんな公開の場所でやるっていうことが前提だったんで、で、 その民事訴訟法でも一応非公開にするような情報っていうのは高度なプライバシーっていうことなんですよ。その単にプライバシーだから非公開にできるっていう話じゃなくて、えー、もう本当にこれはこれを出すのはさすがにひどいよなっていうような感じのね。うん。まあ例えば性的なこととかそういうものを非公開にするっていうことを前提になってるもので、ただ個人の名前だとか住所を非公開にするっていうのは、 まあ昔だったらなかったんじゃないかな。でも最近はなんかね、もう請求したらポン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 非公開しちゃうんですよ、裁判所は。だから、なんかね、もう裁判のね、 この公開原則なんてもう壊れてると思いますよ、日本だったら。かたや外国だったら、ね、あのコロナの最盛期の頃はね、そのズームで裁判やって、まあその映像がニュースになったりしてるんですよね、外国だと。もう外国だとすごいオープンだけど、日本はもう未だにこんなことやってるしね、まあ僕は腹立ったのはね、これ、僕もね、こんな分厚い文書ね、こんな1600何枚のあるようなものを置き場所ないから、これ、 で、あの、まあ、オートドキュメントフィーダーって言って、あの、自動でスキャンする機械にかけて、全部電子化してるんだけども、まあ、それがやりにくい。これ、あのパンチ穴がついてる、これ裁判所の際の形にこうやって抜いてあるんですね。これが、引っかかるんですよ。かあの、あの、オートドキュメントフィーダーに、あの、自動スキャナーに引っかかって、もう何回も詰ま,詰まったり、こう、銃葬されるから、もうそのために、そのためにね、こう、外して、また入れ直してってしないといけないんで、 あの、裁判所ってなんかもうデジタル化とかやる気ないんじゃないですか。うん。まあデジタル化したらね、こういう文書とかもね、この、あの、まあ表に出やすくなるもん、思うんですよね。あの、アメリカなんかはね、民事裁判の記録なんかは全部なんかそういうの集めてね、インターネットで公開してるようなサイトなんかあったりするんですよ。すごいオープンなんだけども、日本でデジタル化ほんとやるつもりあるんかね本当に、こんなクローズはな、ね、い。 クローズドな秘密主義で。で、こんで、まあ密室裁判っていう言葉があるけども、まあ文字通りね、こんな密室裁判してて裁判所のね、日本の裁判所、世界的に見て信頼されるのかなっていうふうにね、僕は心配になってしまうんだけど。で、まあこれについてはね、あの、こういうあの、ね、裁判非公開にするってことに関しては、まあこっちでね、なんかその意義の申し立てみたいなことは一応できるみたいだけども、ただ、 なんかもうね、あの、信頼してないんですよ。その、なんか、ね、何でも非公開って言ったら、何でもかんでも秘密にしちゃうっていうようなね。もうこの裁判所の体質っていうのは、まあ、ちょっとね、うん。 まあ相当深いと思ってるんで、まあここでどうせなんか意義申し立てても、まあ向こうはほいほいとホイホイてやっちゃうかもしれない。まあたださすがにね、あの、なんかミスってるところなんかはね、ちょっと多分グーのでも出ないと思うからやってもいいかなと思ってちょっと僕もね、手間もかかるんでどうしようかなって思ってるところです。まあとにかくね、今はね、裁判も何でもかんでも非公開できちゃうから、 うんだから、まあその、まあ密室裁判でいいよっていうか、むしろその方がいいよっていう人は、もうなんか最初からね、このね、あの、 訴訟記録の閲覧制限なんか乱発してやったらいいかもしれない。で、裁判所の初期間かわいそうだと思うんだけども、こんな全部全部チェックしてね、黒塗りしてってかわい、あの、すごい大変な作業で、まあまさにね、今の時代ってね、情報をオープンにするより隠す方がコ,コストがかかるんですよね。なんでまあ、あの、大変だなぁと思うけども、まあでも、まあね、 今の裁判所の体質っていうのが、こういうものなんだから、まあ、しょうがないとは思うんですよね。ということで、今日はね、あの、まあ、あの、解放同盟側が上告したっていう話と、まあ、今のね、裁判ってすごいもう昔に比べて、こんな何でもかんでも来るので非公開っていうことになってるっていうことについて、まあ、そういう問題について、えー、お話しいたしました。